の8月の冒頭にお亡くなりになりましたあの小松長官がいらっしゃって、まあ、こうした動きが始まり、私も平成25年の11月の25日に、この決裁委員会で、この憲法解釈の問題についてあの追及をさせていただいたところでございます、またその他、いろんな先生方がこうした問題を重ねらしておりますので、25年の関連として非常に深い問題があるという認識で質問をさせていただきたいと思います。あの今日 あの委員長、実はさせていただく質問は、あのこのおそらく会計あの、この決算委員会の指定いたしましたあの、歴史の中においても、非常にある意味、自分で言うのも、私が申し上げるもなんですけれども、非常にあの重要な質疑になろうかと思います。それはな,なぜかと申しますと、7月 1, 1日の集団的自衛権の行使用人の解釈の変更、それはあの昭和47年見解、今、皆様のお手元にこのカラーで配らせていただいております。この昭和47年見解を元に あの行ったととといいいうここが言われているところでございますでその内容でございますけれども、あのこちらの、まあ、これ外部、外交・防衛委員会などで何度もあの追及をさせていただいて、ここで改,改めてさらに決算委員会と本質的なものをさせていただきますけれども、この昭和47年見解、今から43年前の昭和47年に、まさにこの決算委員会に提出をされたものでございます。何枚かめくっていただきますとそのの当時のその あの内閣補正局の中におけるその起案の原議これはあの私が情報公開請求であの入手したものでございますけれどもそれもお付けさせていただいているところでございます今まで集団的自衛権の行使は昨年の四月一日以前は憲法の条文を変えない限りできないと いうふうふに国会をを答弁をされておりました解釈変更の余地すらない、限定用にも余地すらないということも、平成16年の有名な秋山保守部長官の答弁などであの具体的に示されているところでございます。つまり、解釈変更の余地すらなく、あらゆる集団的自衛権が、まだ憲法の条文を変えない限りできないと言われていたものが、4月1日にある日突然できるようになった、その理由の根本が、実はこの紙の中に書いてあるわけでございます。まずそれをご説明しまして、皆様と共有させていただきたいと思います。この あのから、の例でございますけれども、7月1日以降の7月14日の衆議院の閉会中審査で、公明党の北川先生が掲げられたパネルと同じものでございます、あの員部から、衆議院の委員部から頂きましたけれどもあの、ここに書いてあるこの内容をですね、ちょっとご説明をさせていただきますと、上からですね、これ、憲法9条のあの、 解釈なんですけれども、まあ、憲,法憲法は9条において戦争の放棄などを定めていると、まあ、なので一見すると、我が国においてその実力の行使という一切の実力の行使は禁止していられるように見えると、しかし、次で3行目ですけれども、国民の生存という問題,が問題がありますけれども、国民の命に関わるようなことについては、下から2行目の言葉ですけれども、必要な自衛の措置を取ることまでは禁じているとは到底返されない。でで次の段階ですししかしながら だからといって、そういう国民の命を守るための自衛の措置、すなわち戦いですけれども、戦いができるからといっても、我が国は平和主義の憲法全文の平和主義の規定がございます、憲法9条の解釈を拘束する平和主義の規定がありますので、平和主義の憲法なのだから、何でもかんでも戦い、すなわち何でもかんでも自衛のための措置を無制限に認めるということは到底返されない。よってそれができるのは、あくまで外国の武力攻撃によって、国民の生命などが根底から覆されるという嗅白性の事態に対処し、国民のこれらの 権利を守るための必要をやめない措置として、必要最小限のものができると、これがあの憲法9条の7月1日以前の,あのまあ解釈でございました。ところが、7月1日をもって、安倍内閣は、今申し上げたこの文章を別の読み方ができるということに気づいたというふうに言っているわけでございます。それは、2つ目の箱の基本的な論理、丸2というのがございますけれども、まあ、赤,い赤い文字のスタートのところに、外国の武力攻撃というのがございます。このの外国の武力攻撃 今申し上げましたように、当然、我が国に対する外国の武力攻撃によって、日本国民の生命が根底から覆される場合に、それを守るための必要最小限度のことはできるというふうに、当然、それ読めるし,それし、それ以外に読めるはずもないんですけれども、実は横畑長官はこのようにおっしゃったんです。外外国国国ののの武武力力攻攻撃撃といいいうはは裸でで書かれれてててまますす限定されていません我が国に対する外国の武力攻撃だけではなくて 我が国の同盟国に対する外国の武力攻撃によって、日本国民の生命が根底から覆される場合、これも含まれるんであると、分かりやすく申し上げますと、安倍総理が国会で言っているような事例に基づいて申し上げますと、我が国の同盟国であるアメリカに対する外国たるイランの武力攻撃によって、日本国民の生命が根底から覆されるという場合には、我が国は必要最小限度の 自衛の措置たるその武力行使ができる、すなわち集団的自衛権ができるというふうに言っているんです。あの皆さん、初めておかあのあのご理解された方は、もうとんでもないことだというふうにあの思われると思うんですけど、これが実は、私外防、外交・防衛委員会で何度も3回確認させていただきましたけれども、政府の,その集団的自衛権行使を解禁した解釈でございます。で、ここからいろいろ,あのいろ,いろ質疑を重ねさせていただきます。問題はこうした読み方が 昭和47年見解をこのような読み方をすることが、論理的な整合性、あるいは法的な安定性、これ、7月1日の閣議決定のもそれは守らなきゃいけないと書いてあります、あるいは今までの国会の議論の積み重ね、我々が60年間以上、この質疑を通じて、政府の憲法解釈、求条解釈を監督し、確立してきた、我が国に対する武力攻撃が発生したとき以外に、我が国は武力行使をすることができない、それも限定された必要最小限度の,その正当防衛的な武力行使しかできない。 それをに、そういう歴代の積み重なってきた考え方に矛盾しないか、ということを確認をさせていただきたいと思います。では、初め、法制局の第一部長に伺わせていただきます。このめくっていただいて出てくる、この起案の文書です。けれども、これはある情報公開請求に基づいて提出をいただきました。私の情報公開請求は、昭和四十七年当時。 昭和47年当時に、この昭和47年見解を作ったときの内閣法制局にあるすべての資料、また作るときに内閣法制局が入手することになったすべての資料を提出して、情報公開請求してくださいと言って、結果、この規案の文書とこれをワープローチした見解の文書が出てきましたけれども、それ以外の文書は法制局の中にはないという理解でよろしいですか答弁指名はいたしますが、小西委員にお願いを申し上げます。あの私もも耳を言って,てるつもりなんですが あの大変、今西のご質問、早口の部分がございまして、ですね、えー、議事録を起こす都合もございますので、できるだけはっきりおっしゃっていただけると、重要な問題が把握しやすいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。内閣法制局第一部長、松永邦夫君あ。お答え申し上げますが、えーとあの あの委員の方からあのご請求がございました情報公開請求に対しましてのあの当局が持っておりました文書はその見せをいたしたあのあの情報公開で、えー、開示をいたしましたものだけでございます。小西博之君。ありがとうございました。今の法制局の答弁はこの四十七年見解を作った当時。 から法制局が今所有している文書というのは、このお付けしているこの規案のもの、あとワープロイチのこの文書、手書きの文書を起こしたワープロイチの文書だけであるということでございます。そうするとこの47年見解を ここの外国の武力攻撃という言葉がありますけれども、これを当然、わが国に対する外国の武力攻撃と読むのが当たり前なんですけれども、これを同盟国に対する外国の武力攻撃と読んでいいか判断することを、まあ、いろいろな工夫をしてやらなければいけないのでございます。でそののの工夫としててて今皆様ににお配りををさせいいいたただいていますのがこの昭和47年県会をつくる契機になった 我がこちらの決算委員会の議事録でございます。議事録でございます。横畑法制局長官に伺います。今、議事録ございますよね。真田次長と書いた。で、えー、めくっていただきますと、二枚めくっていただきます。と、このよよ吉国長官答弁というあの答弁というのがございます。けれども、これが昭和四十七年九月の十四日でございます。で、昭和四十七年の九月の十四日で、当時の水口議員とおっしゃる方が。 政府の集団的自衛権と憲法のその見解について、文書で提出してくださいというふうに、この議事録の最後につけてますけれども、その要求に対して、その2週間後でございますけれども、起案に日付がありますけれども、昭和47年の10月の5日にまあ起案をして、7日にまあたった2日で決裁した、私もかつて役所でこういうことをさらさらとやってましたけれども、47年見解が非常にものものしいものだというふうに、政府の皆さんは説明されておりますけれども、まあ言うと、普通の政府見解ですよね。 まあそれをを今から証明をさせていいただきまますすじゃあ法制局長官に伺いますこの47年のこの吉国長官答弁で、さらにその上に、約この、えー、47年見解が国会に提出される半年前ですけれども、47年の5月の12日、当時の真田法政局次長でございます、まあ、こういうこともあるので、今日次長を要求してたんですけれども、真田法政局次長が、まさに水口先生から当時、質問をされた、その議事録でございます。 横畑長官に伺います7月1日、あなたは新しい憲法解釈の変更を容認する際に、この2つの議事録、昭和47年5月12日の真田次長に対する対水口先生の質疑、また吉国長官に対する昭和47年9月14日の水口先生の質疑についての議事録を精査されていましたか横畠裕介内閣法制局長官。 えー、もとよりあの過去の国会における議論というのはあの、精査した上での検討でございます小西博之君はいでは予、長官に重ねて伺います。<laughs> では、その予職に、じゃ精査されたとおっしゃいましたので、じゃあ、予職にその長官の,その質疑のやり取りの中に、いわゆる今回、長官がお認めになった限定用に。 限定された集団的自衛権ですね、国民の生命などが根底から覆される、まあ、明白な危険と余計な要件もつけてますけれども、覆される場合に、それを守るための集団的自衛権は可能であるわけがないというような法理を、長官が示されている、そういうやり取りがあるということをご存知ですか内閣法制局、横畑祐介長官。あの どの部分を意識してのお尋ねかは定かでありませんけれども、先ほどご紹介いただきました昭和47年政府見解の基本的な理論の中で、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処しという、そういう場合についての一定の武力の行使というものは、 憲法9条の下でも許容されているというのが昭和47年当時の基本的な論理でございますで、当時におきましてはそれに該当する場合としては我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという認識に立っておりましたので当時の議論はそのようなものになっていると思います 小西博之君長官はこのようにして、時間を稼ぐようなことを一生懸命して毎回されるんですけども、分かりました、じゃあ、その早速、その長官の答弁の内容についてあの、質問を重ねていただきます。この議事録、あの真田次長と書かれたものから、下にあのマジックで真ん中にページを押させていただいてますけど5ページをお開きいただきますでしょうか。ちょっと時間をしてまいりましたので、あのポイントをさせていただきますけれども、この5ページに黒線を引っ張らせていただいておりますのは、先ほど申し上げました、7月1日以前の憲法9条の解釈でございます。 2段落目のところですけれども、日本国がの国土が他国に侵略をせられて、国民が非常な苦しみにちるということを放置するところまでは憲法は命じているものではない、次ですけれども、黒いところ、いよいよギリギリの最後のところでは、この国土が蹂躙されて国民が苦しむ状態を容認するものではない、その直前の段階においては、自衛のための必要な行動は取れるんだ。 で真ん中ですけれどもあの、ちょっと太めの線ですね、国土を守るというためには集団的自衛、集団的自衛権の行動というようなものは当然許しておるところではない、さらに飛ばしている太いところですね、その非常に密接な関係に仮にある国があるといたしましても、その国の侵略が行われて、さらに我が国が侵されている段階になって、侵略が発生いたしましたならば、やむを得ず自衛の行動を取るということが、憲法の容認するぎ義,義のところだという説明を。 いたしているわけでございおるわけでございます。そういう意味で集団的自衛権の固有の権利というは申しましたも、は固有固有の権利はございましても、これは憲法上行使することは許されないということにあいなると思いますということを言っているところでございます。あのこれが本来の憲法9条の正しい解釈でございます。じゃあ次をおめくりいただきますでしょうか。 実はこの吉国長官とこの水口先生のこの質疑というのは、実はですね、あのただの質疑ではございませんで、まさに今回安倍、安倍内閣がその解禁した自衛、耐えかつ自衛、自衛のための耐えである集団的自衛権、それがありうるのかということを、実は水口先生は、繰り返し繰り返し、吉国長官に質問をされているところでございます。横畑長官今私が申しし上げました水口先生は 集団的正当防衛たる集団的自衛権があり得るとで、そういうことがあり得るのかということを長官に繰り返し重ねて質問されているんですけれども、そういう質疑であることをご存じでしたか、イエスかノーかだけで答えてください。横畑雄介長官あの具体的な箇所をご指摘いいいたただきたいと思います 小西博之君まあ今の長官の答弁が、まあ、まああの今回、解釈変更に当たりまして、内閣法制局は国家安全保障局、まあ、今日お役にいらしたいと思いますけれども、政府の方、6月30日にその閣議決定の最終案文だけをその提出をして、内閣法制局の内閣法制局は翌日の午前中の4月1日に電話で意見はありませんと言っただけだということが、もう国会、る等で明らかになっておりますけれども、全く何の審査もしていないわけでございます。 つまり47年見解を作った、承認した当時の内閣法制局長官が自衛た、自衛かつ動への集団的自衛権はあり得るのかという質問を重ねて受けて、そんなものはありませんという答弁をひたすらなさっている、それを受けた2週間後に作られたのが昭和47年見解でございます。あのそれをこれからお示しをさせていただきたいと思います。この7ページ、ちょっとひっくり返して7ページをご覧いただけますか。 7ページ失礼いたしました。ちょっとあの議事録は非常にあの深い内容ですので、つまびらかにご説明できます7ページの下の,あの 3, 段落3段落目のところの太い河川でございますねあの。我が国は憲法9条の戦争放棄の規定によって、他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法9条を次です、いかに読んでも読み切れないということを平たく申せば、そういうことだろうと思います。憲法9条をいいいかに読読んでも読み切れないそういう他国防衛の 武力行使というのはできないと言っている長官が、それができるような47年見解を作るわけがございませんので、たまたま47年見解のこのカラーの紙の、この外国の武力攻撃という前に、我が国に対する外国の武力攻撃という限定がないことにつけ込んで、この幼少が47年見解を、自分たちのご都合のいいように、手段的自衛権ができるように読み換えるというのは、法令解釈としては、またその、本当は絶対やってはいけない暴挙でございます。 もう長官、楽になられたらいいと思います、であの両大臣もあの、もう4回目でございますので、ご理解いただいておりますと思いますけれども、あのまたあの今日はあの質問をあとでさせていただきますけれども、もうこういうことをしてはいけない,い,けないです、もうこれは持たないです、で前回もあの外交部委員会でも申し上げましたけれども、仮にゴールデンウィーク明けにその安保法制をその強行されても、 あ、強行というのはあれですけども、あの与党の皆さんがそのさ、あの最後の採決をされても、私は将来の必ず意見訴訟が起きますので、最高裁判決でその合憲判決を阻止するために、国会議員として、こうした今、議事録を刻まさせていただいているところでございます。あの先生方、本当にあの尊敬する保守の政治家でございますので、どうか皆様の力でこうしたことを止めていただきたいというふうに思います。では、今申し上げました自衛活動が否定されているということでございますけれども。 その次の線を読んでいただけますか。我が国が侵略をされて、我が国民の生命、需要、幸福追求の権利が侵されるというときに、この自国を防衛するために必要な措置を取るというのは、憲法9条で、 かろうじて認められる自衛のための行動だということでございまして、他国の侵略を自国に対する侵略と同じように考えて、それに対して、その他国が侵略されたのに対して、その侵略を排除するための措置を取ることは、憲法9条では容認していないところであるというふうにあの言っているところでございます。はい、じゃあ、ちょっとですねあの、失礼いたします。その次のこの6ページの方うにあのお戻りいただけますでしょうか。 ちょっといろんな点をあの確認をしなければいけないんですけれども。この ちなみにこの今の議事録長官の議事録とあと先ほど申し上げましたあの真田次長の議事録を読んでいただきますとまさにこの議事録に出てくる言葉で昭和47年見解が作られたということがあの大変わかりやすく理解をされるところでございますあの一番上に少なくとも最高裁の砂川判決において自衛権が承認されていますという言葉がございますあのこの昭和47年見解のこのカラーの紙の第一弾にある自国の平和と安全を維持するその存立を全うするために必要な自衛の措置というのは最高裁判決と既を一にしているということは 横畑長官も7月14日に答弁をされているところでございますではその左の黒線のところですけれども 最高裁ではそのように言っているんだけれども、最高裁は個別的自衛権も集団的自衛権も認めておりませんので、日本,日本国が、えー、無防備、無抵抗ではないと、何らかの自衛の措置ができるということしか言っておりませんので、じゃあ、その日本は何ができるんだというところですけれども、黒いところです、今申し上げました、日本は自衛のための必要な最小限度の措置を取ることは許されている、しかし、あ失礼しました、そのですね、その最小限度の措置と申しますのは、説明の仕方としては、我が国が他国の武力。 に侵されて国民がその暴力に圧倒されて苦しまなければならないというところまで命じているものではないということですね、つまりこれ以外の集団的自衛権の局面ということはできないというわけでございます。で、さらに左の方に行っていただいて、そういう説明をいたしますと、自ずからこの論理の規決、論理の規決です、憲法9条解釈の論理の規決として、いわゆる集団的自衛権の権利は行使できないということになるというものが私たちどもの考え方だというふうに言っております。 でそのさらに左下のこの吉国長官、あの私がま,まるでぐるぐるしているところでございますけれども、はじめあの憲法の全文をの平和主義を引用します。で、この昭和47年にも、先ほど申し上げました、我が国は自衛の措置ができるんだけれども、何が何でもできるわけではない、なぜならそれは平和主義の制限に服するからということが47年見解に書かれておりますけれども、平和主義の言及があるところでございます。で、そこからですね、あの左の部分というのは、先ほど申し上げました、あの我が国に対する外国の侵略があった場合に、 それを守ることだけは憲法13条などを根拠に必要最小限のことができるんだということを書いているんですけれども、ずっと左に行って、左側の,あの太い線のところですね、書いてあります。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるおそれがあるというふうに言っております。 まさに昭和47年見解の有名な言葉ですね、生命需要、幸福追求に対する国民の権利が根底から覆る恐れがあるという言葉が付されております。これ、先ほどの起案のこの鏡に早川主査という方が書かれていましのこれは早川、当時3あ時の内閣法制局の課長クラスの方なんですけれども、その方から鉛筆でさらさらさらっと書いたものなんですけれども、私も政府の役人の経験がございます。あの役人が、その部下のです、ね、課長さんが、その長官に諮るものを作るときは、長官や次長の答弁。 あるいはそのこのまさに水口先生の要求に対して、政府の見解を示すわけですから、そうしたその直前の議事録の言葉などをまあ正確にあの引用するというのはよく理解できることでございます。で、次でございます。覆される恐れがある。その場合に次です。自衛のための必要な措置を取ることを憲法が禁じているものではないというのが、憲法9条に対する今ま,今,今,私どもの今までの解釈の論理の根底でございます。その論理からも申しましまて集団的自衛権という 言葉持ちまでもなく、まあ、集団的自衛権は,そはできないということが言われているところでございます横畑長官に伺います横畑長官がお認めになった7月1日の新しい憲法解釈というものは国民の生命自由、幸福追求に対する国民の権利が根底から覆される恐れがある、まあ、まさにこの場合ですねこの場合に我が国が許容されるその必要な自衛のための,その措置ですね措置として 集団的自衛権が認められるんだ、そういう限定的な集団的自衛権が認められるんだと言ってるんですけれども、そうではないと、まさにその日本に対する武力攻撃が発生した場合に、それを守るためのそういう局面のことしかだめである、で、そのことを次ですね、憲法9条に対する今まで私どもの解釈の論理の根底でございますと言ってますね、論理の根底、その論理から申し上げまして、集団的自衛権は一切認められないと言ってるわけでございますけれども、論理の根底であるというふうに当時の法釈局長官が言っているのに、 ここにあなたが言葉を付け加えあの安倍内閣が言葉を付け加えて、新しい論理を作り出すことは、それは法令解釈として許されるんでしょうか、それは意図的かつ便宜的かつ恣意的な憲法違反の法令解釈ではないでしょうか横畑裕介長官。 この度の新3要件につきましては、ご存じだと思いますが、第一要件といたしまして、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることとし、第2要件といたしまして、これを排除し、 我が国の存立を全うし国民を守るために他に適当な手段がないことと明記しておりますさらに第三要件として必要最小限度の実力行使にとどまるべきものとしておりますすなわちこの震災要件のもとで容認されます武力の行使自衛の措置といいますのはあくまでも我が国を守るため我が国と国民を守るための措置でございます そこでは先ほどご指摘のございました。7ページにあります。他国の防衛までもやるということではもちろんございませんし。他国の侵略を自国に対する侵略と同じように考えて対処するというものでもございません。小西裕之君。あの、全く私の質問に答えてないですね。吉国長官がおっしゃっているのはまさにこの通りなんですよ。憲法九条の解釈の論理、その根底、もうすべてにおいて。 我が国は我が国武力攻撃が発生したとき以外に武力の行使はできないと言ってるんですよ。ところがそれ以外のことを、このまさによしあの47年間解を作られた吉国長官のこういうお考えを完全に無視をして、それ以外の我が国が武力攻撃を受けない状況で我が国が武力攻撃を受けようする集団的自衛権ができるということを生み出しているのが、 明らかに憲法違反の解釈変更であるというふうに指摘をさせていただきます重ねて申し上げます次の七ページですね横畑長官が今あの言い訳に使いました論あの横畑長官が私の論理的な質問に対して論理を持って返していないのはそれは論理破綻で憲法違反であるということをあの同僚員の皆様また国民の皆様将,将来の最高裁判事の皆様にご理解いただきたいと思います七ページで横畑長官が読み上げる前に先ほど私が言いました 我が国は憲法第9条の戦争放棄の規定によって多額の防衛までをやるということは、どうしても憲法9条をいかに読んでも読み切れないということを平たく申せばそういうことだろうと思いますというふうに言っているわけでございます。読んでも読み切れないものなんですから、当然、ここの昭和47年見解の外国の武力攻撃というのは、我が国に対するという意味でしかないんですよね。それれを別のの意味でで読むとといいうのは許されないことなこんですね。 ととといいいいうことをを指摘をさせてたただきたいと思いますであのまた6ページに戻っていただきまして、あのさっきもう一つ大事なことを指摘をさせていただきます、あの横畑長官はです、ね、こういうふうに言うんですね、いや、昭和47年当時は、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況、まあ、例えばそのアメリカといった同盟国に武力攻撃が発生して、それによって我が国の国民の生命が根底から覆される、そういう事実の認識はなかったんですと、なかったんですというようなことを言ってるんですけど、あのそういう事実の認識ではないと。 どういう事実の認識を持とうが憲法9条解釈の論理的な解釈の論理的な規決として 政党いわゆる我が国の武力攻撃が発生したそういう個別的自衛権しか認められないということもはっきり、吉国長官はおっしゃっています、それが6ページの下のところでございます、一番下、政策論と論理というふうにあの線を引かさせていただいておりますけれども、先ほど申し上げましたように、この水口先生という方は、政党防衛の集団的自衛権というのがあるんだろうと、ま,あ、まさにあの自衛かつ耐えの,の集団的自衛権があるんだろうという質問をしているんですね。吉国長官はいやそういういいこととじゃないんですよと そういうい政策論みとい,い,いうのは事実をどのように認識するかというその立法事実に法律論との橋渡しは立法事実になりますけれども政策論というのはまさに事実の認識のところでありますのでそんな話ではないんです、論理なんですと、論理によって我が国の,その憲法9条においてはあの次のページでございますけれどもその自衛のための措置というのはもう集団的自衛権の行動は取れないと。 これが最後の,あの一番下の太い線ですけれ憲法9条の法律的な憲法の解釈であるというふうに言っているわけでございます。あの委員長、いろいろ申し上げてあれ,あれでございますけど私申し上げたのは、昭和47年見解を作る結果あのきっかけになった質疑で、まさに今回、安倍内閣が認めた限定的な集団的自衛権がどのように議論されているか、それが国家みじんに否定されている、論理的にということをあのお示しをさせていただいているところでございます。すいままませんちょっと時間が押してまいりましてりたのであのでこの この質疑の冒頭を、ページの冒頭に戻っていただきまして、真田次長のものについて、少し駆け足ですけど、ポイントをごこれを説明させていただきます。この真田次長に質問されているのも水口先生でございます。あの2ページというところをお開きいただきまして、あの真ん中のですねあの、太い線のやや左下に、 我がその他国が我が国と仮に連帯的関係にあるというんですこれ連帯的関係というのは、後でご確認いただきたいんですけれども、この鉛筆書きの起案では、初め、連帯的関係って書いてあるんですけども、これを密接な関係というふうに変えてるんですね、まさにその直前の質疑などで、あの内容を参考にしたまあ一つの証拠になるというふうに考えさせていただきたいと思います。で、その2ページの下でございますけれども、一口に、自衛のために武力をこうしていいんだというふうには申していないと。 つまり、自衛のためでできるというわけじゃん、自の名のもとでできるというわけではないんですよと、次ですね、いわゆる旧三要件のとにおいてのみ許される、第一要件がかなわない限りは我が国は武力攻撃はでき、武力行使はできないということを言っているわけでございます。その次の3ページをおめくりいただきますでしょうか、ひっくり返していただきましょうか、あの太い線のところでございますけれども、まあ、あのこのまあもうちょっと時間があれですので、もうその冒頭を考えておりませんというのが一番か最後に書いてありますね。 そういうい集団的自衛権の可能性だというようなことはもう、もうと考えていないということを言っているところでございます。で、さらにこの3ページの一番下の、これ、水口先生の部分でございますけれども、水口先生の部分、先ほどから申し上げている内容が書いてあります。たとえ集団的であろうと、個別的であろうと、あなた方の解釈、これ、実は法制局の解釈を水口先生がちょっと間違えているところもあるんですけれども、政党防衛の考え方について、集団的自衛権、の国際法上の政党防衛の考え方について間違えているところもあるんですけれども、次です。 を発動しつまり、集団的自衛権ができるんじゃないんですかというふうに言っています、でそれに対して、その下の太い線のところでございますけれども、我が国が基本語憲法の下でいかなる行動が取れるか、それはさらに太い線、自衛権行使の三原則、三要件、このもとにおいてのみ行使が許される。で次ですねそのの解釈の結果 あくまで論理的に導かれる、その旧三要件、我が国の武力攻撃が発生した場所ができないという、その旧三要件の論理の結果として、もう個別的自衛権しか該当しない、集団的自衛権はできないというふうに言っているところでございます。この今、線を引かせていただいた、もう個別的自衛権しか該当しないというところがございますけれども、さらにそこに細い線を引かさせていただいております。今申し上げました、つまり第一原則ですね、第一要件があるので、第一原則でございますから、その原則の適用の結果、我が国が行使している自衛権の対応というのは、 個別的自衛権に限られる。つまり第一原則はすべてなんだって言ってるわけですね。そうするとこの47年憲改の外国の武力攻撃っていうのは第一原則である我が国に対する武力攻撃というふうに読まなければいけないわけでございます。あのじゃあちょっともう時間が最後になりましたのであの最後のじゃ質問あの以上あのこのようにこの議事録ぜひ皆様あの配読をいただきたいんですけれどももうどこを読んでも7月1日の閣議決定を否定する 論拠ばかりでございますあのじゃあ岸田大臣、にちょっと最後伺わせていただきます岸田大臣あの安倍総理が今度、訪米をされるということになると思いますけれども、最高裁判決で私は間違いなく違憲判決が出ると思います、またこれから安保,保,安保国会の中で、こうした質問をあらゆる議員がすることになります、到底持つとは思いません、日本の国益を守るために外務大臣として訪米を止める、そういうご提案をなさる考えはございますでしょうか岸田文雄外務大臣。 あのまずあの先ほど来の議論を聞いておりまして、またえと今までもあの外務・防衛委員会等、さまざまな委員会におきまして、委員の質,あの質疑、拝聴しておりました、あの過去のえ議事録等もまあ丹念に読み込む、こうしたの真摯な態度には心からまあ敬意を表し申し上げます。その上上で一言申し上げるならばこの この委員のお示しいただきました、この47年の政府見解の資料をちょっと使わせていただきますと、この基本的な論理は、自由および幸福あ、あ失礼、えー、国民の生命、自由および幸福追求の権利、えー、これを守るためにやむを得ない措置、そして必要最小限の限度の範囲内においては、日本国憲法は、この、この、えー 禁じていいいるというものではないこれが基本的な論理ですこの論理にこの47年の当時の状況を当てはめたならばここにありますように他国に加えられた武力攻撃は、えー、認められない、まあ、こういった規決になるこの規決に基づいて、まあ、答弁が行われているわけですからこの答弁いくらこう指摘してもまさに委員のおっしゃる通りだと思います。ただ我々今議論論しておりますのはこのはこ基本的な論理に 今現在の状況を当てはめた場合に、安全保障状況、環境が変わり、容易に国境を越えてくるこの脅威も発生し、新たな脅威も発生するしている、こういったあの安全保障環境の変化、これをこの基本的な論理に当てはめると、この国民の生命、自由および追求追求の権利を守るためには、この、 このもちろん三原則、しっかり守った上で認められる措置、この中にこの集団的自衛権の一部も含まれる、こういった議論をしているわけです、この整理をした上で議論しませんと、これ、いつまでたってもなんか平行線に終わってしまうのではないか、このように思えてなりません。そししてててこここののの総理の訪米米ににつきましてはこれはれ日米関係においても あるいは戦後70年を迎えて国際社会において大きなこの貢献をこのを示す貢献をする意思を示すためにも大変重要な訪米だと考えておりますぜひ訪米を成功させるべく努力をしていきたいと考えます時間が終了いたしております小西博之君時間が終了しておりますので発言は控えてくださいこの際委員の異動についてご報告いたします本日 斉藤義孝君が委員を辞任され、その補欠として田代薫君が選任されました。